ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。天国と地獄、この二つをつなぐもの、それは地上でありましょう。天国と地獄、この二つを分けるもの、それは地上じゃ。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。お釈迦様はその蜘蛛の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間から遥か下にある地獄の底へまっすぐにそれをお下ろしなさいました。あなたにとって罪とは何ですか？わらわにとって罪とは、己が非を認めたものじゃ。それではあなたが罪とお認めにならぬものはすべて罪にあらずと。さようじゃ。それではあなたの行いを罪と責める者たちには何と。わらわ以外の者の申すことはわらわにとって預かり知らぬことじゃ。されば貴公鶴姫、そちにとって罪とは何じゃ。私にとって罪とは、天がお定めになるもの。天、善悪も立場が変われば入れ替わりましょう。それを論ずるのは無意味にござりまする。ならば天に委ねるべきかと。数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるでアリの行列のように、やはり上へ上へと一心によじ登ってくるではございませんか。天のみが知るか。天が善とみなせば生きながらえ、天が悪とみなせば死すでしょう。されば死して存在する我らはいかなるものというのかえ。善悪を超えるものでしょう。善悪を超えるか、面白いの。あとにはただ極楽の蜘蛛の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。天から下るこの糸をたぐって、この地上から這い上がるか。天から下るこの糸をたぐって天を目指す。いな、この糸を引き寄せ、天界を魔界に落とすべし。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。